はい、いつも通りでございます。今日は省略します。はい、じゃあ揉んでいきましょうね。さっきお話ししてましたけど、まあ、指入れ意識しながら、特にこのヒンジを中心に小指側のね、こっちはあんまり曲げません。で、こうなるようにね、こうなるようにスタイルで、あとウェブのところね、ウェブトップをしっかり揉んでいく格好ですね。で、バスケットはね、最近また内野手、デレック・ジーターさん使ってましたけど、内野手でも、まあ、流行りですけども、非常にね、いいウェブだと思いますよ。はい。キュッキュッキュッってね、はい。まあ、流行りしたりあるからな、ウェブもな。うん。私が子供の頃、この日本でバスケットウェブ流行りまして、その後、シングルポストが流行ったのかな。流行りはぐるぐる回るんで、今内野って言うとやっぱり H ウェーブが一番流行りかと思うんですけどね。まあ、何がいいっていろいろ、まあ、特徴がありますんで、H ウェーブが一番ね、ポケット深く作りやすいかなという気はするんだけど、こういったワンピースの場合は、こうガチガチに固定してるんで、ポケットはね、伸びにくいです。耐久性高いですね。はい。深く、なりますけど、なりづらいみたいなね、ことでいいかと思いますね。キュッ、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 キュッ。じゃあ続けてやっていきますね。はい。はい、キャッチボールできるぐらいにはなりましたんで、仕上げていきたいと思います。よいしょ。こんな感じですね。はなちゃん爪伸びちゃったからな。
うん、手見して。手見して。ほい。ここ伸びてる、ほら。これは？うん、ここは、はんちゃん、ここ。怒ったん？こっち、こっち。こっち長いじゃん、ほら。はい。